第22代墨田親善大使の尾崎美久さん、新田彩香さん、福島香里さん、どうぞご登場ください。第22代墨田親善大使をご紹介いたします。尾崎美久さん。新田彩香さん。福島香里さんです。それでは尾崎さんに感謝状と記念品を贈呈いたします。部長、大分実行委員長、ありがとうございました。それではまず尾崎さんにこの1年を振り返っていただきます。皆さんこんにちは。22代親善大使の尾崎美久です。私がもともとこの墨田親善大使に応募した理由は、大好きなこの墨田という街に恩返しがしたい、スカイツリーだけではない墨田の魅力をたくさんの人々に広めたいという思いがあったからでした。そんな思いの中でたくさん墨田の街を歩いている間に、あっという間にまたこのステージに立つ時が来てしまいました。そんな1年間でも全く足りない魅力がたくさんあるこの墨田区が、より一層私にとって大切な場所になりました。これまで応援してくださった皆さん、本当にありがとうございます。これからも墨田のこの街が、新たな魅力がまたたくさん生まれるように楽しみにしております。本当に1年間ありがとうございました。墨田親善大使、本当に楽しかったです。ありがとうございます。続きまして、新田さん、この1年を振り返っていかがでしたでしょうか。皆様こんにちは。第22代墨田親善大使の新田彩香です。続きまして、福島さん、この1年を振り返ってみていかがでしたでしょうか。皆様こんにちは。第22代親善大使、福島香里と申します。昨年このステージで親善大使の任命をいただいてから、私の友人であったり、身近な方々が墨田区に関心を抱いてくださり、そして多くの方が墨田区に遊びに来てくださいました。また私は墨田区内でダンス教室を運営しているんですけれども、その生徒の子どもたちであったり保護者の方々が墨田区のイベントに足を運んでくださったり、また私たちの PR で墨田区のこんな新しいところがあったんですねと声をかけてくださることもあり、本当に活動の意義を感じられる瞬間がいくつもございました。本当に明日何が起こるかわからないこういった世の中で、1年間無事に活動を終えられたことに、心から感謝の気持ちでいっぱいですし、人生にとってかけがえのない経験をさせていただきました。改めまして、1年間皆様本当にありがとうございました。1年間本当にありがとうございました。